こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、お相手どんな方でしょうか。お前が先手だ。はい、お相手2級の方ですね。右四間飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。まあ、前の配信でも言ったと思うんですけど、右四間飛車がですね、私の苦手な戦法、第2位なんですよね。第1位はアヒルなんですけども、でもまああれですね、普通の居飛車っぽく見せといて、やっぱり右四間飛車に組み替えてくるパターンっぽいですね、これは。回ってきそうですね、これね。回ってきますね、やっぱりね。いや、そうなった時に、やっぱ王様の位置がこれ間違ってるんだよな、明らかに。一歩だけ変えておきますか。いや、これ、変える前に銀上がっていってもいいかな。歩ついてきたら角戻りましょう。これなんか銀の位置がちょっとね、微妙ですもんね。この歩で銀が前に出てこれないんで、銀がこっちにいたらまたちょっと違うんですけど。角で来るのかな。で、銀できたら、まあ銀では来ないか。まあ銀上がっておきまして、やっぱりちょっと王様の位置がね、危ういんですよね。まあ当然そう、まあ来るだろうなという感じではあるんですが、金上がっといた方がいいのかな。ちょっと王様入っときたいですね、これね。これでどうなってる。そこに打つのか。でもまあこれ、まあ飛車が効いてるからね、まだ問題ないとして、まだ問題ないと考えて、まあ王様寄っとくのかな。ちょっと違う気もするけど、桂馬跳ねてくる。こっちも桂馬跳ねていきますか。2分、意味ないか。時間負けてる、時間負けてます。ちょっとこの角打ちもね、微妙なとこなんですけど、狙いは3五歩から、同歩。え、これ待って、やばいじゃん、この位置受けれてないじゃん。あ、これまずいな。しかも王様の位置もこっちじゃなかったかな。一個下段に引いといた方が、飛車の横利きがゆくゆく通じてくるんで、そっちの方が良かったかもしれないですね。ちょっとここの歩だけついておきたい気持ちが今強まっています。まあぶった切ってくるのかな。ぶった切ってきて暴れてくるみたいな感じでしょうか。これはこっち引く、こっち引くか。歩回収しとくか。1分30秒。一回角筋止めておいて、銀はもう差し上げますと。これ金かな、金で上がるのか。でこうぶち込まれて、全部交換を強いられて、結構きついという感じでしょうか。ん、相手2級本当に相手本当に2級いや、こっちが初段じゃないだけか。本当の実力的に、いや、ちゃんと本当の実力初段なんですけど、初段なんだけど最近調子悪いからね。これはここの金打ちは角で取りますか。2枚替え、こうかな。違うか、これ違うか、違うわ。こう取られて大手飛車じゃんやばいやばい、これはまずい。これはね、
あ、時間では今勝ち始めてるんだけど局面的には負けてますねこれね。で角も相手角もう一枚持ってるじゃん。もう一枚持ってるのか。まあこれちょっと粘りの将棋、まあ、相手に攻めていきたいところなんですけど、まあ、こっちもねそんなにあの陣形的にいいわけじゃないから攻めていきたいところなんだけど、ここはちょっと粘りの将棋で、まあ、この金駒ね3つを生かしてなんとかちょっと耐え忍ぶ、手順を取った方がいいかもしれないですね。これはまだ生きてる？果たして生きてるのでしょうか。これは飛車取ってこっちに打たれてもこっちに打たれてもまだ生きてるはず。そっちだったらこっちに逃げるかな。こっちに逃げる。こっちに逃げるか。時間切れがち。ああ、ありがとうございました。時間全然見てなかった。いやー、無事に勝つことはできたんですけれども、まあ内容的にはちょっと褒められたものではないかなという感じではございますが、まあ勝ちは勝ちということで、しっかり勝ちを拾えてよかったなと思っております。というわけで今日あと2試合できるんでやっていきましょう。さあお相手初段の方ですね。ただ得意戦法が2段ということで筋違い角はね基本的に私がやってる戦法には通用しないというか筋違い角を打つチャンスっていうのが基本的には生まれないはずなんでそれに関してはね心配ないかなと思うんですけど、なぜなら角交換をしないからね早い段階で。でこれは5筋の歩ついて、まあ、銀上がってで棒銀用の受けはしっかりがっちりできてるんで、まあ、ここは問題ないかなと思いつつ、まあ、相手のその角がどういう風に使われてくるかっていうところがポイントですね。まあこの飛車はね全然お好きにどうぞっていう感じなんですけど、まあ、一歩だけ持っていかれましたね。かすめ取られましたね。ただこれね一歩取られてもそんなに悪くないんですよね。形勢にそこまで影響しないというか。さあこの中段飛車がちょっと気になりますね。謎で歩打ってそこに引くんだったら銀交換して歩打たれてでここに引きますか。で銀取りですよっていうバレないでっていうやつなんですけど、まあ、バレていく。ここに銀打ったらどうなるのかな。でもこれ次ここへの銀打ちがあるからちょっと良くないのかな。良くないのかもしれない。さあこの辺のねこっちの陣形のペラペラさ、この愚形がね壁金になってるっていうことの愚形のこれは一回歩打ちましょう。でこれ銀死んでませんかっていう話なんですけど、これは銀また打たしてもらってこれで歩取り込んだらこれはここの歩が効くよね。一応ね効きますよね。さあ時間は若干勝っている。時間若干勝っている。局面的にはどっちも不安定っていう感じですね。相手も結構不安定だしこちらも相当不安定だから、まあ、これ銀もらえますかさすがに。でまあ、こちら歩がないんですよね。まあ、この歩回収しておきたいですね。でこの辺の飛車をどう使ってくるかっていう感じなんですけど、まあ、飛車がここからどいてくれれば角で銀取れますし、まあ、相手も結構身動き取りにくいんじゃないかなとは、思います。まあそうだよね。こっちに来るとそこに来るんだ。
そこに来る分にはそこに来る分には銀回収しておいて角でこっちに来る飛車当たりになっているがすぐに怖い手があるわけではない。こうしておきますか。違うか、走った方が良かった。これ絶対走った方が良かったよね今絶対そうだと思うんですよ私。ただ相手に駒を取らせたくないっていう意味でも、まあ、この手はなくはなかったかなとは思うんですけど、銀取られて、銀取られてちょっと怖くなってくるのか。1分。ちょっと飛車に当てておきます。さあ時間負けてます。いつの間にか、いつの間にか時間負けている。さあさあ、まだ死なない、まだ死なない。なんかだんだん怖くなってきてるんですけど、これで飛車殺される、殺されるのか。これはもう無視してこっち回収ですかね。であれば一回こっち取っといて、この地点狙っていきますか。30秒。やばい、これ銀浮いてるじゃん飛車で取られる。おっと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 、あ、あ、あ、やばやばやば、見えてなかった見えてなかった、全然見えてなかった。やば、トンシ、やー、ちょっと待って、飲み込めない飲み込めない、ちょっと待ってくださいね。いや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 、ちょっと待って、本当に。あれ今何が起こった何を見逃した私。ここに入ってきてこの地点があっていうのが見えてなかったのか。しかもこの金浮いてたしね、なんか取られた、かすめ取られたなと思ってたんですけど、なんか取られたぐらいにしか思ってなかったですしね。まずいよねこれ。でこの時にだからまだ銀ここに打っとけばまだなんとかなってるわけかね。であればまあ特にまだ全然戦えていたと思うんですけど、ここで本当に血迷ってなぜかここに銀っていうね浮いてるんですよね、そもそも、そもそもといえばいやちょっと笑えない感じなんですけど、ちょっと今日あと1試合できるんで気を取り直してやっていきたいと思います。お前がこっちだ。さあお相手1級の方ですね、右四間飛車が、また右四間飛車ですよ。このね、このキャラクターもね、何のキャラクターか知らないんですよね私。何のアバターなの、何の漫画のキャラクターなの、教えて誰か。さあやっていきましょう。さあお相手の陣形は、普通の居飛車ですね。で棒銀、斜め棒銀っぽい感じで来ているので、さあ端歩は突き返しておきますか。あでこれあれなんですね、がっちり受けに来るんですね。はい、これで角をどこに逃がすかという感じなんですけど、まあ、一回2分30秒。これは銀金どっち取る、金で取っておいて、これは引いておいて、でこの銀にプレッシャーかけてくるような気はするんですけど、まあこれ引いてこの歩を回収に行きたいっていう感じです。
さあ時間は同じぐらいですね今。ははは。飛車こっち来たら銀引けますね。で一応角当たりですよ。で飛車で回収しておく、飛車で回収しておくか。なんか狭いもんね。さあこの歩突きとかがちょっと気になるが、こっち前出るかな。角も前出ても良さそうだね。前出よう。取って桂馬、まあ一回引いて、これは銀で取ってきたら王手飛車、まあ王手飛車やりますか。でまあ飛車下ろして銀打たれますが、一回竜作っておいて、で次ここの歩打ちとか狙っていく。ここの角打ちとかもちょっとあるか、気になるか。さあまあこっちもね、陣形がやっぱりねベラ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 というかペラペラというか、なんかよくわかんない感じになってるんでちょっとそこですね。1分30秒。はい、まあ、この地点狙っていきましょう。でまあ銀繰り出していってシンプルにまあ斜め棒銀を決めていくというイメージです。これは一回金上がっておきますか。なんか怖くなってきましたね。大駒は近づいて受けよ、近づけて受けよ。1分の前に1回ね。めちゃくちゃ怖い内心バクバクなんですけどこれやばいでしょ金打たれて全バラして、まだ生きてるよね、まだ生きている。飛車しかないもんね相手。飛車これ角で取れるから、でまあそれは確かにある、それは確かにあるものので、あとは時間ですね。あとはもう何はともあれ時間。金にしとくか、金にしとこう。で次角打ちとかから。30秒。角打ちするまでもないか。銀か、まずは銀から入って、飛車でも打って、これはさすがに詰んでますね。はい、ありがとうございました。いやー、なんとか、勝つことができました。よく頑張ったな。はい、ありがとうございます。これでですね、11月に入って、今達成率が 12.9%、まあ、今日、ね、あの10月の勝率が36勝39敗ということで5割を切ってしまっていたので、まあ、今月はですね5割を超えていけるように、なんとか頑張っていきたいなというふうに思っております。というわけで、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。